はい、どうも、たかんです。今回はですね、藤井風さんがですね、ついこの間、8月13日にですね、ライジングサンフェスティバルというですね、北海道で行われた夏フェス、こちらに急遽出演されたということで、今回その感想を語らせていただきつつですね、やっぱり藤井風、やべえっていう話をですね、改めてさせていただこうと思いますので、配信の方見た方、ライジングさん直接行かれた方もですね、振り返りつつ、いかにどう藤井風がすごかったのかっていうところをね、おさらいをさせていただければなと思いますので、最後までね、皆さんご視聴お願いいたします。というわけで、私は高野ゼミということで、普段からですね、いろんな音楽であったりとかエンタメのですね、解説の動画を上げさせていただいておりますので、ぜひね、藤井風が好きな方、音楽が好きな方、エンタメが好きな方はですね、チャンネル登録していただいて、一緒にね、音楽を広く深く楽しんでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけでね、改めて藤井風さんがライジングサンに、2022年急遽出演したよということでお話させてもらおうと思いますけれども、まずこの何が起きたのかというとですね、もともとこの藤井風ね、もともと出演の予定はございませんでした。絶賛ね、ツアー中だったというところもありますし、つい先日もね、コロナウイルスに、藤井風さん自身がですね、かかってしまったということで、まあもともと予定されてないライブであったというところですね。でその中で、じゃあなぜ急遽出演が決まったのかというとですね、バウンディというですね、これまた、ソロのね、素晴らしいアーティストがいらっしゃいますけれども、こちらのこのバウンディさんがですね、8月13日にね、もともとこのライジングさんの、まあ、メインステージですね、3ステージっていうのにですね、出演予定でした。なんですが、コロナウイルスにね、このバウンディさんもかかってしまったということで、もう土壇場でね、出演キャンセルというところだったんですね。もうこの夏フェスに関してはですね、この土壇場でキャンセル、ね、ロッキンで桑田佳祐さんがね、なっちゃったり、キャンセルしちゃったりとかっていうところでね、まあ、ない話じゃないということでね、まあ、その時勢的にも、ね、なかなかこういうところ厳しいよねというところでね、そのバウンディファンは、肩をね、落としていたんですけれども、急遽、代打で、藤井風が出るぞというところになりまして、藤井風 with ピアノオンリーというですね、まあ、ピアノの弾き語りですよというところを明言した上で、前日にですね、代打で藤井風出ますよということで、これが、インフォメーションね、ニュースとして流れてくるわけなんです。で、もうバウンディファンとかね、ライジングさん、そのフェスに参加される方たちは、一旦テンションだだ下がりです。マジか、バウンディが見たくて来たのにと、行こうと思ってたのにっていう方々がですね、藤井風出んのと、マジでかと、もうむしろ藤井風のソロツアーね、ワンマンツアーね、行け、全然チケット取れねえよってことで落ち込んでたところが、もうサプライズで、まあ、バウンディはバウンディでテンション下がったけれども、藤井風見れるんですかと、いいんですかというところで、もう一気にこう、来たみたいなね、ぶち上がり方をするんです。はい。その中で、藤井風さん、一日ですよ、いよいよ一日の中、8月13日深夜24時30分、0時半です。夜中も夜中に出演しまして、伝説のライブをぶちかましていただいちゃったわけでございます。はい。詳しく説明します。はい。これがですね、まず出てきました。で、そこでですね、最初に歌ったのが踊り子です。はい。バウンディファンの皆様ね、もう感涙です。バウンディの曲から始まったんですね。1、2、3、4曲目。4曲目のね、東京フラッシュまで最初の4曲は、なんと、バウンディのカバー。わかりますか？前日に代打が決まったんです。まあ、もっと言うと、まあ、もう2、3日前かもしれないけれども、代打決まって数日の中で、まず、バウンディのカバーを弾き語りでやるという、このスキルね、まず天才だというところを改めて認識していただきたい。どれだけすごいことなのかと。まず、テクニック的な、スキル的な凄さですよね。やっぱり天才でしたねっていうところを改めて再確認プラス、はい、これバウンディさんがよほど好きで普段から聴いてなければ、こんな4曲もパパパッとさすがにできません。リスペクトと愛情と、そしてそれを実現できるスキル、天才があってこその最初の冒頭の4曲だというところですよね。これが本当に非常にしびれましたし、そのバウンディで肩を落とした人もね、まずありがたい感涙の部分でしょうし、藤井風しか知らない人からしてもですね、あ、
バウンディっていうアーティストはこんなに素晴らしい曲があるんだという、相互でねウィンウィンの関係を保ってたというところで、まずこれがもう非常にお見事でございました。その上で5曲目、6曲目はですね、なんなん帰ろうというところで、まあ、藤川さんのオリジナルの曲を、まあ、弾き語りスタイル、まあ、これツアーでもね、実際にそのピアノ弾き語りのスタイルでやってるというところになってきますから、まあ、今現状やっているスタイルでもってね、なんなんと帰ろうをやって、で7、8、9はカバーです。はい。今回、キングヌーン、そして、金子綾乃さん、金子綾乃さん、そして、ビッシュ。まさかのビッシュというところで3曲ねカバーをやりまして、10曲目11曲目はまたキラリ旅路とオリジナルソングというところで、まあ本当今やってるツアーのねコンパクトバージョンみたいな形でこうしっかりとその急遽のライブであっても、地に足をつけた演奏でもって落ち着いて、素晴らしさをちゃんと伝えるというところで、この辺も技ありですよ。でかつこれね、分かってほしいのが1時過ぎです。夜中の1時前後にこれをやってると。でまず藤井風のねファンの方たち、風民の皆さんからしたらですよ、ついこの間までね、それこそ風さんがですね、コロナでダウンしていて復活したっていうところでね、その後遺症云々とかさ、大丈夫、病み上がりですけど大丈夫ですかっていうところが安心の心です。最高、バッチリ、もうなんか後遺症もなさそうだしね、だからもうすごさ、病み上がりプラス深夜時間プラス急遽の代打っていうところも含めて、ここまで仕上げてくるんだ藤川で、仕上げてきたっていうところのすごさと、素質でこんなにすごいのっていうところの再確認ができたっていうところでも、こちらサイドからしたらね、やっぱりすげえし、これしかも急遽なのに配信でね、 YouTube でね、同時進行リアルタイムで配信があったということで見られちゃってますっていうところも含めてですね、こうライブ感もみんなで、すごい、いろんなファンの人たちに楽しめたっていうところの、美しさがあったし、その中でもここまで仕上げてくるんだっていうところの凄みがありました。そして最後ね、12曲目やったんですね。12曲目は祭りで締めるということで、もう夏フェスで祭りで締めるってもう最高の終わり方、完璧な終わり方で締められたわけなんですけども、これがなんと最後の最後にピアノの弾き語りではなくて、オケを実際にトラックを流して、ハンドマイクでパフォーマンスされるということで、本人もですね、そのイントロの部分の時にね、カラオケ、これただのカラオケみたいなこと言ってましたけど、みんなただのカラオケでやってんだっていう、なんか謎にそこをトラックで持ってきたことすらすごい、なんていうんだろう、そこの説明 ないのにカラオケだからみたいな、あのゆるいね全体の MC とかも相まって、もう完全にもう This is 藤井風のライブっていうのがしっかり楽しめた、ただで楽しませていただいてしまって、こちらもねツアー行けないというところで肩を落としてたところに急遽のライジングサンっていうところのストーリーが乗っかって、これがただで見れますっていうところのもう最高の状態でね、見させていただいてしまったわけで、本当にありがとうございますということになってきますけどもね、本当にすごかったですね。というわけで、もう本当にコロナも大丈夫そうだったし、今後のツアーとか今後の活躍もまだまだ期待できそうだっていうところの、もう本当にもうランラン状態で、かつねこのバウンディさんっていう素敵なアーティストさんも、もしかしたら、藤風さんきっかけにね、風民の皆さんが新しく輸入するかもしれないっていうところも含めて最高のライブだったんだなと思いますね。まだこれ動画残ってるんでしょうか、ちょっとわかりませんけれどもね、ぜひね、まだ見てない方は見ていただきたいなと思います。というわけで今回はですね、藤風さんライジングサンフェス、2022急遽出演の凄さ解説ということでやらせていただきました。はい、今回もご視聴最後までありがとうございます。また別な動画でお会いいたしましょう。